階段島シリーズいなくなれ、群青、いなくなれ、群青は、河野博史による日本の小説、階段島シリーズの第一作である。2014年9月、新長文コネックスより刊行された。本作は、捨てられた人間が行き着く、謎のことを、階段島を舞台に展開される青春ミステリー小説、階段島シリーズの第一作にあたり、主人公の男子高校生、 七草と幼馴染みの真鍋優とのありえない再会を、景気に繰り広げられる物語の発端を描く。タイトルの、いなくなれ、群青は、小説内の一節から取られている。書評家の大森望は、学園ミステリーに分類できなくもないが、むしろ、今時珍しいほどまっすぐな、胸に迫るラブストーリーであると述べ、 ありえないほど純粋で一途な恋愛を描く本作は、若い読者にとって忘れられない存在になるだろうと、表している。2015年5月、第8回大学読書人大賞を受賞した。2016年6月、宮崎翔太、中山恵里奈らの出演で、演劇版、いなくなれ、群青が上演された。2018年4月より、スクウェア・エニックスの漫画雑誌、 月刊 G ファンタジーにていなくなれ、群青フラジャイルライトオブピストルスターのタイトルで、階段島シリーズ全体の漫画版の連載が開始された。2019年4月より、月刊コンプエースにおいても漫画版の連載が開始された。11月19日午前6時42分、僕は彼女に再会した。誰よりもまっすぐで、正しく、凛々しい少女、真鍋優。 あるはずのない出会いは安定していた僕の高校生活を一変させる奇妙な島連続落書き事件そこに秘められた謎僕はどうしてここにいるのか彼女はなぜここに来たのかやがて明かされる真相は僕らの青春に残酷な現実を突きつける階段島シリーズ開幕人口二千人の小さな島階段島そこに住まうのは 捨てられた人々、停滞した安定の中で、七草は穏やかに暮らしていた。しかし、どこまでもまっすぐな少女、真鍋優との再会が、彼の日常を大きく変えて、本作は、新庁社より、新庁文庫のサブレーベル、新庁文庫、ネックスとして刊行された。書籍自体には、シリーズ名や、関数の表記はない。表紙カバーには、英語タイトル、 Go away, ウ,ウルトラマリンが表記されている。文庫のための書き下ろし作品である。2013年12月のブロッド段階での仮タイトルは、階段島ダストボックススクエア、エニックスの漫画雑誌、月刊 GE ファンタジーにてうさぎ付き合いが、作画担当した連載、いなくなれ、群青フラジャイルライトオブピストルスターについては、階段島シリーズ漫画を参照。 角川の漫画雑誌、月刊コンプエースにて一景一が、作画担当した連載、いなくなれ、群青は、2019年6月号から連載が開始、同年10月号にて最終回を迎えた。うさぎ付き合い版が、河野博史によって加えられたシナリオから、複数の人物の視点を描かれたのに対し、計一版は本編のみの作品で、それぞれ違った解釈で描かれた。演劇版。 いなくなれ、群青は、劇団匠の第9回公演として、東京都板橋区高島平にあるライブステージ、ホジポッチにて上演された。上演は2016年6月22日から同月26日までの5日間だった。脚本、演出は、若手ながら、すでに数作の演出経験があった、加藤拓也が担当した。主役の七草役には、 ミュージカル、忍ぶたまらん太郎や演劇、博士の愛した数式で公演した宮崎翔太、ヒロインの真鍋優役には、今回が初舞台となる中山恵里奈、女子高校生の堀役には、森川彩香、小学生の少年、相原大地役には、八木日ノ太ラが起用された。2019年9月6日に実写映画版が公開された。監督は、リアキナ、主演は、 横浜流星。キャッチコピーは約束しよう。私たちは必ずまた出会うんだよ。撮影は主に静岡県鴨郡南伊豆町で行われていた。2020年9月13日から19日、全国劇場にて完成披露試写会の密着特別映像付き上映を実施していた。2020年3月20日にブルーレイと DVD リリース。 ウタから約束のなく人、チア男子と合わせて受賞。ありがとうございます。